今度は J からスタート。J スタート。そうっすね。そうなると、DK か DLA らへん？ DK？ どこだ？ DK、このこ辺？れ。学校らへん行く？ここら了辺。解。よっしゃ、行くぞ。いいよ。効果。そうか。ヘイロー効果。よヒュン。し。よいしょ。さあ、すぐ死んじゃったんですけど、ちょっとね、ちょっと僕の、ちょっとミスもありつつ。でん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 
軽く死んじゃったんでね、まあ、その続きからというわけで僕は屋上に降りれたら降りようぜ。はいはい、屋上ね、了解です。まあ学校行ってもいいんだけど、学校まだワンチャンあれなんだよね、戦いに慣れてないと、激戦区になると結構危ないから。ああ一人いる。いや武器拾った、武器拾った。あれあれ、ちょっと待って、ここワンチャンしまっ、やらかした俺。え、まあここは結構落ちてるから。いやそうじゃない、俺がやらかしたって意味は何？ん？え、屋上に乗っちゃったっていう。え、いいんじゃないの。よし、4倍スコープ入れて、ヘルメット、今回幸先いいぞ。室内だからフルオートにしておこう。あ、FPS 視点になっちゃった。かっこよかったな。いきなり FPS 視点で突入していく感じ。さっき一緒に降りてた人がちょっと気になる。ああ、方向わかるかい？え、いや。どっちだろうな、真ん中らへんかな。真ん中らへんね。真ん中のマンションに乗ったよ。まあじゃあどこにいるかわからないと。ですね。撃ってんな。ああ多分さっきの。多分ね、ここね、ロズホックっていう町が近いから、うん、水没した町に行ってんじゃないかな。あとは学校。学校も結構美味しいから、狙う人はいる。ショッティだけだときついな。一応 AKM は手に入れたけど、正直ちょっと AKM は弾がばらけやすかったりするから。あ、角間が取ったけどいる？あ、いい、俺も取ってやる。あ、取った。ちょちょ、ピサン方面ちょ寄るわ。車だ、うん、来たな、車来たわ。俺らのとこ来てる、俺らのとこ来てる。N 側かな、音的に。ああ、UMP か。一応もらっとこうか。UMP はちょっと近距離じゃないとね。
バックバックパックレベル2は嬉しい。こっちのフロートを解除して、こっちをフロートにしておこう。で、ちょっとエリア確認しようか。あー、さっき俺らが降りた方向だね。その、なんていうの？競技エリア。かヨピさん、そろそろ行く準備するよ。ちょっと待って。ああ、車止まってるわ。俺の目の前の建物いると思うわ。怪しいんだよね。ヘルメットある。じゃあ上せやつ行くか。屋上クリア。ところ敵絵なし。そうだね。そっちサブマシ持ってんの？持ってるよ。なんでしょう。アタッチメントあるけど、いる？ああ、一応もらっておこうかな。そこら辺落としといて。落とした。あ、補正器か。うん。補正器は意外に精密射撃ができるはずや。でも2つ拾ってたもん。 S 側でまだ撃ってんな。待って。あ、ちょっと待って。あ、いたわ、1人いたわ。あ、2人いる、2人いる。外、この外に2人いる。いや、撃つのかい。上取るぞ、上取るぞ。あ、来た来た来た。あんま打たんといてほしかった。あ、ごめん。ワンダン。一人動いてなかったな。あー、M。気絶した。どこ？あー、ごめん。一人やった。ヨピさん、こっちまで引いて、こっちまで引いて、こっちまで引いて。あれ、なんか一人。あれ、気絶し。いや、殺した殺した。あ、はいはい。蘇生してたやつ殺したから。あ、サンキュー。ちょっと安全策で上がってきて。多分こっちにあれが集まってるから、注目が狙われる可能性ある。包帯とあれかな、あれを使っといた方がいいかも。一人いるわ、敵外。エナドリ飲んどいた方がいいよ。さっき俺撃ったやつがいたな。なるべくエナドリと鎮痛剤でね。包帯。
カー持ってんじゃん。あ、ゆびさん、ここに M16 があったよ。広いや。ちょっと待って、今聞こえた。なんでフォートエスコートで銃が落としちゃうの。ヨピさん、さっきの2人組から少し持っといた方がええ。あ、ちょっと待って。ん？撃たれとる？いや、絵の顔からなんか射撃音聞こえる。ちょっと待って、上、上行こう。上登ろ。やべえな、本当は移動しないといけない時間帯だけど。いや、移動しよう、移動しよう。やべ、爆撃だ。ヨピさん、そこの目の前にね、車があるんですよ。痛い。乗ろう。その車乗ろう。待って、一人いるわ。いいよ。あれ。乗って。飛ばせ。ピン立てる。シフト押せ。あれか。いや、ぶっ飛ばして。あー、運転変わってほしいな。引ける。あ、もういい。もうやらかしたな、お前。やった。ちょっと。早くして。やーべえな、これ。ごめん。はい。あら。だけど、あの距離は、あそこやっぱ運転変わっといた方が良かったかもしれない。いや、運転変わってる、もう俺のライフ自体がもうやばかったからな。交代じゃ間に合わんかったもん。一人カット。思った以上に外したけど。すごいな。やばい。ああ、でも今回俺もきついな。大丈夫、次からもう運転は任せて。あ、はい。は、はい。いや、まあまあ、その方が絶対いい。
ほん、え、設定とか絶対見れるで。見たわ、見れるよ。いや、見られないよ、マジ。え？うん、あのね、多分そこまで動画が上がってるから多分見てくれたら分かるわ。多分見ちゃったらこうの、お前の方に LINE で送ってやる。うん。エナドリか何かない？あ、鎮痛剤があった。じゃないか。あ、今だよ。あよ。ちょっと動画中なんで。まさかのいいとこまで来てるんで。はい、というわけでね、私は全く何も見えない状態で今喋っておりますけどね。いやーね、今回は反省点が、ちょっと多すぎましたけどね。はい、私の方は多分途中で途切れてますんでね、はい、私の方を見ていただける方は見ていただけると嬉しいです。まあ、ヨピさんのチャンネルはおそらく概要欄の方に貼っております。貼っておると思うんで。はい、貼ってます。だな、コントローラーで使ってる。よいしょ。やだねったらやだね。やだねったらやだね。気絶はできてんけどな。やろうと思ったら横から撃たれた。あれと思って。結構いたっすかね、あそこ。二人いたから、あれって。さあ、あと13。ここまで来るとやっぱ緊張しますね。あ、死んだ。8位。8位。まあこんな日もあるさ。今日次はもう少しついてますように。よいしょ。というわけで、ルパン視点今回はこれぐらいになります。よかったら次のね回楽しみにしていただけたら嬉しいです。というわけで、はい、バイバイ。バイバイ。